日銀が買い支えをしていると言われて久しいここ数年の日本株市場。それが今、日銀の政策の舵取りが大きく転換点を迎えようとする中で、市場参加者の見方が変わってきています。下支え効果を失った日本株は、この後一体どこへ向かうんでしょうか。ノーマネー、ノースマイル。皆さんこんにちは。マネージャーの瀬名です。いつもマネージャーをご覧いただきありがとうございます。さあ、今回のテーマですが、今回のテーマはこちら、日銀の ETF 買い経緯と現状ということで、日銀がですね ETF 日本市場を買い支えしていると言われて久しいわけなんですけれども、現状少し見方が変わってきている、日銀の方針も転換されつつあるということで、そちらをちょっと深掘りしていきたいなというふうに思います。今回こういった流れでいきたいと思いますが、まず日銀の ETF の買い入れについて確認をして、これまでの経緯そして現状をチェックしていきます。そして今後日銀の政策どういう方向に行くのかということを見通した上で、株式市場の見通しについてもお話していきたいと思います。そして今回の結論はこちら。短期的には日銀の ETF 買いでの動向に一喜一憂する場面も出てきますが、長期目線でやはり成長期待株、米国株を狙っていけというのが結論になります。もうマネージャーではですね、結論としてはほぼほぼ同じことを言い続けてるんですが、長期目線で米国株をドルコスト平均法を中心とした方法で買っていこうというのが資産運用のベースとなる戦略になってきますので、そちらも踏まえて確認していきたいと思います。さあ、まず日銀の ETF 買い入れの経緯ですね、これを見ていきたいんですが、そもそもですね、金融緩和の一環として2010年から ETF の買い入れを実施しています。2010年12月に初めて買い入れを行って、今現在ですね、信託銀行名義で株主とか投資家として認識されている人たちというのは、日銀だろうというふうに言われています。非常にですね、影響力も大きいということで、後で出てきますけれども、これまで非常に大きな金額を買ってきてますので、相場の下支え要因になっているというふうにも言われているということですね。で、当初は残高上限を4500億円に設定していました。そして2010年の末に買い始めて、1年ですね、11年末には終わるという期限が設けられていたんですが、対象となるその株価指数ですね、どれを対象に買っていくかというものも、当初はトピックスと日経225、日経平均ですねのみというふうにされていました。それがその後複数回にわたって、その金額と期間というのが変更が加えられています。で、今の日銀の黒田総裁ですねが就任してから、2013年4月には量的質的金融緩和というものが導入されて、 ETF の保有残高を年間1兆円増額するというふうに決められました。その後もですね、14年11月に3兆円、16年には6兆円ということで、非常にこう大幅に増やしていったという経緯があります。で、さらには対象もですね、このトピックスと日経平均というものだったのが、今はこの JPX 日経400ということで、これ日経平均のトピックスといった全銘柄対象ということじゃなくて、よりしっかりと経営に対してですね、責任感を持ってやっている、様々な指標があるんですけれども、経営指標とか投資家に対する姿勢といった面で評価が高い企業を組み入れたこの JPX 日経400、これも対象の指数とされるようになりました。そして16年3月には設備投資人材育成の関連 ETF 枠ということで、新たな枠も設定されて、これが年間3000億ということで、どんどん日銀が買っていきますよという ETF の対象、そして金額、そして期限も全部こう大きく広げられていったわけですね。そういった経緯があって、年間の上限、これが12兆円ということで今設定されていますので、12兆円をめどに買っていくというふうな方針がずっと出されていたということになります。で、実際推移どうなのということなんですけれども、2010年の末にですね、少し改良を行って、この分ですね、1ヶ月1回分ですんで、そんな多くはないですが、翌年から本格的に買い始めて、急激に2015年頃から増えていってですね、非常に急激にその残高を増やしていったと。で、19年は少し減ってますが、また20年は最高を更新しているということになります。先ほど見ていただいたように、12兆円のマックス上限に対して、今8兆円いかないぐらい、7兆円ちょっとぐらいをトータルで買ってるというのが現状です。
はい、さらに日経平均の推移見ていただくと分かるんですが、日銀の買い入れ効果による底上げ効果ですね、これが出てるんじゃないかということでずっと市場では言われてるわけなんですが、このあたりが2010年の末ということで、日銀が買い支え ETF の買い入れをスタートした時期なんですが、そこから上昇相場をたどっていくという形に日経平均になってますが、小さな下げ局面ですね、こういったところやこういったところ、そういったところでも一定の水準でしっかりと下げ止まって切り上げてきているという相場展開が見て取れるかと思います。ですので全体的にこう大きく下げるような方向性にはいかせないように、しっかりとこう下支えして日銀が株価の上昇というものを買い支えで作っていっているというのが見て取れると思います。もちろんそれだけの効果ではですね、全てが語ることができるということではないんですけれども、この規模の大きさからしてもですね、こういった買い支えというのは相場を下げないという意味で効果としては絶大だということですね。で、直近ですね、この足元で4月頃、ここが2021年の2月ですので、この部分を拡大したのがこれなんですけれども、この4月に方針が転換される形になりました。後ほど出てきますが、それによって少し下げ、じりじりと下げていると。足元をかなり急激に戻しているんですが、じりじりと下げるということになってきていて、2021年4月からは日銀の ETF 効果、買い入れ効果というのが剥げ落ちてしまってんじゃないかというふうに言われています。それは後ほど少し出てきますんで、またお話したいと思います。はい、それで日銀の ETF 買い入れの目的ですね、これをちょっと見てみたいんですが、何のために日銀は ETF 買い入れしてるんだということ、そして後で現状を見ていきたいと思います。まず目的ですが、これは 2% の物価安定目標の実現を目指すことということで、ちょっとこれだけだと分かりにくいと思うんですけれども、狙いとしては、少しこの文章で言うと硬くなってしまいますが、国債とか ETF、リート、そういったものを買い入れることによって、イールドカーブ全体の金利の低下を促し、資産価格のプレミアムに働きかける効果を生むことが狙いと。余計何言ってるか分かんないということになってしまうと思うんです。方も多いと思うんですが、要はですね、消費者物価指数、この物価ですね、物価水準。例えば野菜でも果物でも電化製品でも車でも家でも何でもそうですが、消費者物価っていうのは物価、その人々が物を買う時の価格の水準の推移ですね、これを見ていると。そしてそれが全体として 2% 前年に対して上がっていくというのを物価安定の目標としているということになります。したがって我々が生活でしていくのに買っているものの価格、これを平均した価格が 2% ずつ上がっていく形になれば日銀の目標達成と。でそのために ETF や J リート、国債などを買い入れて、イールドカーブっていうのは金利の水準をこう過去からずっと並べたもののカーブのことですけれども、これを抑えていくということを目指しているということですね。ですので日銀としては、この前年対比で消費者物価とこの物の値段がですね 2% 上昇すれば目標達成ということになるわけなんですが、現状はどうかというと、総合で見た場合に18年は 1% でした。これプラス、前年比でプラス 1% ってことですね。でさらに19年でも 0.5、20年では 0.0 ということで、目標は全然達成できてないと、到達してないと。それどころか月次ベースで見てもやはり下がってるということで、なかなかやはりその目標達成っていうのは厳しいというのが現状ということになります。ただここへ来て日銀のその ETF に対する政策っていうのは少し変わってきているというのが今回のニュースになります。はい、ということで今回の気になる記事がこちらですが、日銀はパッタリと上場投資信託 ETF を買わなくなった。3月の政策点検で株価急落時など必要な時だけ買う方式に改め、4月以降の購入はわずか2回、1月8月の購入額は約7300億円と年12兆円の上限を大きく下回り、通年でも黒田総裁が異次元緩和を始めた2013年以降で最小になる公算が大きいということで、足元でですね、この3月の政策点検で、その方針が変更されたと。株価急落時など必要な時に買うというふうに改められたわけですね。
ですからずっと下支え、まあ定期的にじゃないですけれども継続的に買われてたものが本当に株価が急落した時だけ買いに行きますよという方式に改められて、そして4月以降もう5ヶ月ほど経ってるわけですが、購入はわずかに2回ということで、まあ年間12兆円先ほど見ていただいた上限というものがあるわけですけれども、まだ1月からこの8月で7300億円しか買っていないということで、かなり方針が変わったことによるその投資性の変化というものが出てきているということになるわけですね。2013年以降で最小になる公算が大きいというふうになっています。先ほど見ていただいたこちらの図でもですね、まあここが1兆円ですので、今の段階ではもうここにも及ばないほど、まあ年間トータルで見ても1兆円2兆円とこういったレベルの水準で今年は収まるんじゃないかというふうなことが言われているということになります。ですので、これまでのこういった非常に大きな額を毎年毎年買ってたのが、かなり大きな方針転換がなされているというのがはっきりとわかるかと思います。さあ、では今後の日銀の ETF 買い入れの見通しなんですが、まずですね、先ほど言いましたように4月からですね、対象をトピックスのみにまた縮小したと、まあ、日経平均とか日経 JPX400 とか新たな指数も買いの対象になってたんですが、それがトピックスのみにまた縮小がされたということになっています。で、市場ではですね、トピックスが 2% 下落、午前中に 2% 下落すると買ってくるんじゃないかというような憶測も飛び交っていて、これが日銀のルールなんじゃないかというふうにも言われています。まあ、明確には日銀は、どうなったら買いますというのはもちろん言っていませんので、そういう意味では市場の憶測ではあるんですが、こういったマーケットの動き見てですね、こういったことが言われていると。そして今後はですね、時価50兆円規模まで今、もう先ほど見ていただいたように、もうずっと買い増してきていて、非常に大きな額が日銀の保有分となっていて、それが今後どうなっていくかということに注目されるんですが、まあ、はっきり言うと、今、目標ですね、何のためにやってるのかという目的、目標の部分を見てみた場合に、それはもう程遠いと、なかなかそこを達成できるような状況にないということで言うと、早期に出口戦略を取るという可能性は低いかと思います。今持っているこういった大規模な株式っていうものを日銀が手放す何かしら出口戦略で売っていく、そういったことは考えにくいかなと。ただ黒田総裁の任期満了、今異次元緩和を始めた黒田さんの最終的な期限、任期の期限というのは22年春なんで、まああと1年半ということで、そこまでに何かそういう方針を打ち出してくるんじゃないかというふうにも言われています。アメリカの場合はですね、日銀と同じ中央銀行 FRB と言われるところのトップですね、が議長が入れ替わる次の人にバトンタッチするという時には、次の展開を見据えたその方向性というのをはっきりした上でバトンを渡すというふうに言われてますが、まあ、黒田さんがそういった形で何かしら手立てを打つ、あるいは方向性を示して次の人にバトンタッチするのかといったところも注目されるというふうに言われています。で、日本株なんですが、世界の景気敏感株というふうにも言われてまして、はい、それで、日本株の今後ということで言うとですね、日本株自体は世界の景気敏感株というふうにも言われていて、アメリカの長期金利の影響度が非常に大きいというふうにも見られています。したがって今 FRB がちょうどですね、このテーパリング、資産の買い入れ縮小というものを見通している、今後早い段階で行う可能性があるというふうに言われてますので、海外の投資家なんかはこの米長期金利の上昇による日本株買いというものを期待して今上げてきているというような動きも見られる形となっています。したがってこういったアメリカの影響、そういったものが出てくる、それによって日本株が上昇局面に少し入っているということも今足元では言える状況だということですね。これまでは大きくその ETF の買い入れによって日銀の下支えというものがあったわけですけれども、今後はまあ政策の方向性を見極める形で日本株全体が動いていくということも考えておく必要があるかなというふうに思います。はい、こちらが日米の比較ですけれども、まあ、いつも言っているように世界の経済の拡大ということで言うと、まあ、やはりアメリカ市場っていうのはマネージャーでは 常々言っているように右肩上がり、大きな変化があるとは言っても長期で見るとやはり右肩上がり、そういった相場を形成しているっていうのが
はっきりとわかるわけですので、これもいつも言ってますように、一般の投資家っていうのはやはりコツ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 とドルコスト平均、高い時も安い時も同じ金額だけ買いだめていく、積み上げていく、そういった姿勢がやはり一番大切になってくるかなというふうに思います。今回のような日銀の ETF 買い入れの方針転換といったことも、まあそれほど関係ないと言ってしまえば元も子もないんですけども、まあマーケットの動向を見るという上では当然影響を及ぼすんですが、資産運用という面で言うとやはりコツ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 買いだめていく、そういった姿勢が相も変わらず重要になってくるということで、考えておいていただけたらと思います。まあ、日経平均今これ長期で見れば、これ10年ですけれども、長期で見れば上がっているように見えるんですが、まあ、ここからこうなかなかこう上げきれない、そういった展開も十分考えられますし、やはり株価の上昇を期待するという意味ではマネージャーとしては成長株、そしてアメリカ市場の全体の動き、そういったものに期待をしていく、ベットしていく、そういう形で投資方針を組んでいった方が確実であるというふうに考えています。はい、ということで今回は日銀の ETF の買い入れというものを中心として今後の相場展開について見ていったわけですが、日本株の展開を見ていく上ではこういった日銀の動向というのは非常に重要になってくる、それは間違いないんですが、資産運用は少しまた別の視点で捉える必要があって、どうしても市場でどういった動きがあろうともやることは同じです。いつも言ってますように、世界経済の拡大、そういったものを前提とした投資方針、つまりアメリカ市場を中心とした全体の経済が成長していく中で期待できる銘柄、 ETF や個別銘柄、そういったもの、それからイノベーティブな企業と、こういったものを中心に据えて資産運用のベースを作っていく、それが基本方針になるというのは何も変わりませんので、今回の動向自体は少しその知識としてですね、頭に入れていくという程度で、相も変わらずそういったしっかりと積み上げ、コツコツと買い増していく、そういった姿勢を大切に続けていっていただけたらというふうに思います。はい、ということで今回は以上になります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。